ケビン・ライアン・シングリストは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、エリー・グン・バッファロー出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2008年の MLB ドラフト41巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、7月17日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスで、プロデビュー。7試合に登板して、 防御率1.3811奪三振の成績を残した。2009年は A-9 バタビアマックドックスでプレーし、10試合に登板して1勝0敗にセーブ、防御率3.8623奪三振の成績を残した。2010年はまず A-9 バタビアでプレーし、7試合に登板して0勝1敗、防御率点二九十四奪三振の成績を 残した。7月からは、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスでプレー7試合に登板して4勝3敗、防御率1.9331奪三振の成績を残した。2011年はまず、A 級、クワッドシティリバーバンディッツでプレーし、9試合に登板して8勝1敗、防御率1.1534奪三振の成績を残した。6月に、 AQ パームビーチカージナルスへ昇格。11試合に先発登板して0勝3敗、防御率3.4245奪三振の成績を残した。2012年は AQ パームビーチと AAQ スプリングフィールド、カージナルスでプレー。AAQ スプリングフィールドでは8試合に登板して1勝2敗、防御率3.6227奪三振の成績を残した。 オフの11月20日にカージナルスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした2013年3月12日にトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ移動し開幕を AA 級スプリングフィールドで迎えた AA 級スプリングフィールドでは13試合に登板して1勝1敗1セーブ防御率2.25を35奪三振の成績を残した5月に トリプル A 級メンフィスへ昇格。5試合に登板して1勝0敗、防御率1.179奪三振の成績を残した。6月6日にメジャーへ初昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。7回1試から登板し、1.2回を1安打、無失点4奪三振に抑えた。この年メジャーでは45試合に登板して3勝1敗。 防御率0.24550奪三振の成績を残した。ポストシーズンでもロースター入りし、ディビジョンシリーズでは2試合に、ワールドシリーズでは1試合に登板した。ワールドシリーズでは2勝1敗で迎えた第4戦で登板。2点ビハインドの8回表から登板し、0.2回を1アンダム失点に抑えた。2014年は自身初の開幕ロースター入りを果たした。 開幕後は23試合に登板していたが、5月24日に左肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。2015年はナリーグトップの81試合にリリーフ登板。クローザーとしてマウンドに登る機会もあり、防御率2.177勝1敗6セーブという成績を記録。高い三振ダッシュ能力も健在で、 メジャー3シーズンで最低の数値とはいえ、脱三振率は依然として10.8あった。同年、メジャー全体のリリーフでもトップクラスの活躍ぶりで、大ブレイクイヤーとなった。2016年も引き続きブルペンの主力の一人として、フル回転し、67試合に登板。防御率2.776勝3敗3セーブホイップ1.10、脱三振率9.6と、 二年連続で成果を残したが、投球イニングを10.0以上減りながら非本塁打が6本増加し、被弾率が高まった。2017年、カージナルスでは39試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率4.9836奪三振の成績を残した。8月31日にディーフとなった。2017年9月2日にウェーバー工事を経て、 フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。フィリーズでは7試合に登板して、防御率3.607脱三振の成績を残した。また、この年の2球団合計では46試合に登板して1勝1敗1セーブ、防御率4.8143脱三振の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から、外れる形で参加のトリプル A 級。 リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。10月5日に FA となった。2018年2月24日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕はトリプル a 級インディアナポリスインディアンズで迎えることになったが、メジャー契約に至らなかった場合はマイナーでのプレーを。 受け入れるという契約条項があるにもかかわらず、これを拒否し、フリーエージェントを主張したため、制限リスト入りすることになった。10月2日にリリースされた。ありがとうございます。